下土井城は標高129メートルの丘陵部山頂周辺に築かれた山城です。文永4年岡豊後守が矢野川と大後川とが合流する三角形の地形にある小高い丘の上に築城したとされています。この城に関する攻防は一切なく、岡氏による支配が代々続きましたが、慶長5年の関ヶ原の戦いにおいて岡氏が宇喜多秀家に属したために以後は没落していくことになりました。多重堀切や V 字の連続堀切などインパクトが強い遺構が多く、現在も明瞭な状態で遺構が残り見学することができます。下土井城を登ってみました。今回は下土井城から見て北側のルートより登りました。麓にある獣除けの柵を解錠して中に入り、尾根に向かって歩きます。麓から10分ほどで尾根に取り付くことができました。なお登山ルートとしては尾根の南端からも行けるようです。下土井城の北東端は30堀切で遮断しています。岩盤を削ったその規模は凄まじく、言葉を失います。ほぼ同じ高さの3つの廓、1、2、3が連なり、その周囲を武者走りを含む廓4で囲んでいます。主角は両端に土塁を伴う廓1と考えられています。尾根の先端、西側は堀切、南側は二重堀切が築かれています。堀切、二重堀切もそうですが、岩盤を削って築かれていて、その規模と土木量を想像すると、ただただ驚くばかりです。下土井城は素晴らしい遺構を保ちながら、若狭野の山奥で今も静かに生き続けています。